それでは定刻になりましたので、9月市長定例記者会見を開催いたします。早速市長の方から今月の発表の方をよろしくお願いします。はい、それでは私の方から本日3点、発表させていただきます。1点はですね、平成30年度浜松市教育文化奨励賞受賞者の決定についてでございます。本市では浜松市教育文化奨励賞を設けまして、市民などの活動を奨励する地域文化賞と、国内外において広く活躍する方を顕彰する浜松ゆかりの芸術家をそれぞれ授与しております。この度平成30年度の受賞者が決定をいたしましたので発表いたします。地域文化賞は地域音楽家支援協会アンサンブルムジーク浜松、浜松ゆかりの芸術家は俳人の高柳克弘さんでございます。受賞者の概要につきましては資料の方をご覧ください。なお授与式を11月7日の水曜日に行います。また浜松ゆかりの芸術家につきましては来年度受賞を記念する事業の開催を検討をしております。記念事業の時期及び内容につきましては決定次第お知らせをいたします。1点目は以上でございます。2点目はですね、浜松山里行き行き応援隊プロモーションの冊子の発行についてでございます。本州の中山間地域において活動する浜松山里行き行き応援隊、略称山行き隊の活動を紹介する冊子を作成いたしました。皆さんのお手元にしますね。これがまあそうでございます。山行き隊は東京をはじめとした全国の都市部の若者が浜松市の緑豊かな山里に移住して地域の人たちと協力しながら地域の魅力向上活性化につなげる事業でございます。現在10名の隊員が活動中でございまして、キャンプ場を再生して地域のにぎわいを創出する隊員や耕作放棄基地を農地に再生する隊員、伝統行事を継承する隊員などそれぞれ地域の一員として活躍をしております。冊子の作成にあたりましては隊員の応募の動機から日々の活動の様子、今後の展望などについて7名の隊員に取材を行いました。冊子には山里で生き生きと活躍する隊員の姿が描かれており、中山間地域の魅力がぎゅっと詰まった必見の一冊となっております。山行き隊の認知度の向上と活動への理解を深め、中山間地域を訪問するきっかけとなるよう広く市民の皆様に周知するとともに隊員の募集にも役立てるため、区役所や共同センター、図書館などに配下するほか、首都圏で開催される隊員募集イベントの PR にも活用してまいります。2点目は以上でございます。3点目は国道152号通行止め区間の通行再開についてでございます。天竜区辰山町せじり地内において発生した乗り面崩壊によりまして一時通行止めとなっている国道152号の通行再開についてご報告いたします。国道152号については本年3月9日に乗り面崩壊が発生し、その後4月9日に再度同じ箇所で崩壊が発生をいたします。これを受けボーリング調査で、地盤内部を調べるなど詳細な現地調査を行ったところ、乗り面上部に油密層があることが確認をされました。このため復旧工法につきましては有識者からもご意見をいただき、より安全性の高い乗り枠アンカー工法とし復旧作業を進めてまいりました。この度上部危険箇所の崩落対策が完了いたしまして、交通開放に必要となる仮設工作物等の設置めどが立ったことから、10月17日午前7時から片側交互交通により通行を再開することとなりましたので報告をいたします。この間地域の皆様をはじめ道路を利用する皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを申し上げますとともに、迂回にご協力いただきましたことに深く感謝を申し上げます。私からの報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。